雪は何も手を加えない方が綺麗だ。統率取れない区会。テカってない刃物の方がよく切れる。休憩時間中は煮干し顔。全身くたくた。全身ボロボロ。全身ビチャビチャ。ハエ人間コンテスト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 。何も思うことはない。湧き水、清水。極寒は魂のつかみ取り大会。今更出てきたけど名月です。休憩できないと人間は目ん玉が泳げる。これは屋根の下、水たまりという鍵盤です。お急ぎですか、お急ぎじゃございません。お急ぎですか、お急ぎと見せかけてお急ぎじゃございません。お急ぎですか、お急ぎです。ならじエンド。誰だ、鍵したのは自分か。マスクを忘れたため獅子奔走。マスクを忘れたため何百里。マスクを忘れたため言い訳ひゃってこの手。君はそろそろサザエさんを見たいと思っているのではないのかね。どうも、獣医祭神ホームセンターゾリンゴです。今日の企画は誇りワールドツアー。私一押しのソロアーティスト誇りのワールドツアーが開催されることが決まりました。これがこの最高のソロアーティスト誇りです。まあこの誇りですね、ソロアーティスト、またの名をチリとも言います。まあ至る所にですね、まあ、彼らが待ってるんですね。待ってる、まあダンスはもうめちゃくちゃうまいということで、今日はそれを撮っていきましょう。誰にも切られないで住んでいる駐車場の謎の木。ふりかけじゃないです、我々は誇りです。このソロアーティスト誇りですね、は野鳥エンターテインメントが、まあ、皆さんに初めて提供する、まあ、ソロアーティストということになっています。でもこのイメージとしては、まあ、日本で言ったら、まあ、アドさんと同じぐらいカリスマ性があるらしいです。まあ、ソロで、まあ、世界中で、まあ、大人気になるぐらいカリスマらしいです。まあ、今やっぱアドさんが私の中にもハマっています。やっぱ飛び抜けたセンスの、まあ、新しいということですごいと思います。この野鳥エンターテインメントの、まあ、誇りですね。もう同じぐらいあのぶっ飛んだセンスでダンスするらしいです。天才ダンサーとして今世界中で大人気。世界中のどの国に行ってもこの誇りがですね踊りまくってるんですね、まあ、エジプトとか、まあ、南極とか、まあ、アメリカもヨーロッパも中国も、あらゆる国で、まあ、誇りが宙を舞うと、竜巻に乗ってあらゆる天気で、まあ、彼らは踊りまくるんですね。でそこで、まあ、うちのプロデューサーが、まあ、歌をつけて、まあ、アーティストとして完成させたということらしいです。掃除機の紙パックは我らが巣窟。掃除機の紙パックは我らが巣窟。ほこり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 。掃除機の紙パックは我らが巣窟。掃除機の紙パックは我らが巣窟。ほこり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 。あと4時間すると四時アイドルの、フルアルバムタイトル曲
スーパーレディも公開されます。まあ当然彼女らもライバルということです。この誇りにとっては、まあ、誇りはすでに世界で踊ってきてますが、まあ、ダンサーとしてはもう世界中で名の知れたやつなんですけど、まあ、どうやって曲を、まあ、プロデュースするかですね、まあ、提供する側責任が重たい、まあ、茶番長プロデューサーとして、まあ、悩んでいるところです。オープニングは作ったけどどんな曲を、まあ、プレゼントするか。水たまりが多すぎて歩けないじゃないか。今日は家の近所の隣の公園に来ています。で、まあ、この公園の埃に出会いに来ています。まあ、隣の公園は知りすぎているから、まあ、隣の公園の埃、しかし何を取っているのかよくわからなくなってきます。でも埃がいることは確かであります。看板には興味がありません。埃に興味があります。この水路の名前は雪解けなだれゲロ。知らない団地に来て子供の遊びを知る。誇りとしてはこのぐらい盛り上がりたい。ポストにさえも盛り上がりたい。あの場所を調べなさい。この川の中でここから異世界にワープができます。この糞も前歯誇りとして、まあ、輝くと。この謎の三星雨でこうなったんでしょうかね、よくわかんないです。で、壁が隆起している、まあ、これもやっぱりポイントが高いでしょう。この形が何かを伝えている。で、謎のヘドロ、これも何らかのメッセージが伝わってきます。天井を伝い流れてくる雪解け水がとても綺麗。あの観客席にいる渡り鳥バンにもですね、ホコリが、まあ、デビューしたことを伝えました。で、喜んで、まあ、見に来てくれました。窓ガラスにつくことが夢だった。では日が沈むので今日はこれで終わりますが、今日のまとめとしてはこのソロアーティスト誇りですねが、まあ、世界中で、まあ、踊ってますから、今後テレビを見た時や、まあ、いろんな映画とか写真見た時ですね、誇りが何をしているかを見て、でそこで、まあ、曲を考えるということが、まあ、重要ということが分かってきました。では今日はおとなしくこれで終わります。